これ最高。はい、野沢陽でございます。では、Life is Strange 引き続きやっていきましょう。よいしょ。これは募金せざるを得ないよね。ダニー・リーの記事だ。潜水艦の中で暮らすのってどんな気分かな。兵所恐怖症になりそう。どうせ報道すらされないんだろうな。ベイエリアのアートはかっこいいな。同じベイでも大違い。謎のままの方がいいものもあるよね。ああ、クロエが好きそうなデザイン。私もパンク系になれるかな。着ていく服がないよ。楽しそう。ウォーレンもきっと行きたがるだろうな。会場のザイトガイストギャラリーはサンフランシスコでもかなり歴史があるみたい。ここのアートも見に行けたらいいな。ギャラリーの人に自分の作品のことを話せるなんて思ってもみなかった。あら、マックス・コールフィールドさん、あなたの日常ヒーロー素晴らしいですね。コンテストの中でも特に際立ってますよ。私の名前だ。他の入賞者もたくさん、いや他のアーティストかな。本当はマーク・ジェファソンが来るはずだったんだろう。らしいね。好みじゃないけど手法としてはありかな。やだ、私偉そうに。この度はおめでとうございます。写真雑誌アイリス・インのものですが、今度出す期待の新人特集にぜひあなたもと思いまして、後ほど詳細を送ります。いや、素晴らしい作品でございました。美味しくなさそうな高級料理にも慣れなきゃいけないのかな。ウェルズ校長が来てくれてよかった。事件の後じゃ参加を辞退してもおかしくなかったのに。シンプルだけど、写真家として有名になった気分はどうかな。いや、そんな有名だなんて。千里の道も一歩からだ。私はアーティストではないが、君への称賛の声を聞いて学校としても誇らしいよ。学校で起きたことを考えるとなんだか実感がなくて。こんな時だからこそ祝うんだ。それに引け目を感じるというか。引け目を感じるのは私で十分だよ。ケイト・マーシュの件はもっと積極的に対処すべきだったんだ。自分の力でよく乗り越えてくれた。姉さんのことももっと早く気づいていれば。先生のせいでは。知らなかったんですから。ああ、だが
校長が知らなかったでは済まされない。それにジェファソンの評判は特に良かった。彼にあれほどの問題があるとは。警察が暗室で発見した写真には言葉もない。被害者に申し訳ないよ。ええ、でも今は姉さんと一緒に刑務所の中です。ああ、そして捜査はショーン・プレスコットの過去の不正にまで及んでいる。力と金が物を言うのもここまでだ。だが皮肉なことにショーンもジェファソンの悪事は一切知らなかったらしい。奴を教師に招いたのもショーンだった。これは天罰なんじゃないかって思うんです、プレスコット家への。私も因果応報を信じていてね。これで全てが収まったと願いたいが。また一からやり直しましょう、校長先生。さっきも言ったが、君はもう私と対等の大人だ。レイと呼んでくれて構わない。さて、ビュッフェの用意ができたようだ。また後で。失礼。食事制限のことを気にしている妻に電話しなくては。何を食べたか口外しないでくれよ。クロエとこぼしたワインのこと思い出すな。アートってよくわかんない。これまでの日常ヒーローコンテストでも今回は最高だ。どの写真も時間というものをよく捉えている。実に素晴らしい。いくらなら出す？ここに来るとあなたの写真すごく好き。本当におめでとう。これからもっと注目されるといいわね。悲しくなってくる。高校を思い出すよ。この手の展示はいつも眠くなるんだが、今回は抽象的なものではなく明確な内容でよかった。今年のサイトガイストは面白い企画が多いな。ギャラリーがよくこんな一等地借りれるな。私アート大好き。あなたがブラックウェルの日常ヒーローね。デトロイト美術学校のものなんだけど、来春の入学についてぜひお話しさせていただけないかしら。あ、ウェルズ校長にはまだ内緒よ。日常ヒーローの写真は買えるのかな。すまない、君の名前は覚えてないが、パンフレットで作品を見て素晴らしいと思ったよ。失礼。君がマックス・コールフィールド？ああ、ええ、はい。僕はバークレー新聞で記事を書いてるダニー・リー。君の作品すごく良かったよ。皮肉的自撮りっていうのは今やありきたりだけど、君の作品には時間を超えた何かを感じるんだ。よかったら話を聞かせてもらえないかな。これ僕の名刺。じゃあまた後ほど。どうも。すいません、あなたの写真に感激したって一言伝えたくて。他のどの写真よりうちに秘めたパワーを感じたんです。今後にも期待してますね。私本当にサンフランシスコにいるんだ。人の死を何度も見た後で頭がついてこないよ。クロエが今ここにいたらいいのに。クロエがいなかったらジェファソンとも戦えなかった。写真に自信を持ってって言ってくれたのもクロエ。レイチェルやケイトのことを思えば写真を出すなんて大したことなかったな。この力はまだ謎だけど、やっと正しい使い方ができたのかもしれない。
あら、ヒーローのご登場ね。どうも。嬉しい。今日だけは自分をアーティストって誇っていいかな。大丈夫です。飛行機で時差ボケかな。音消してた、バカ。お願い、電話に出て。ワックスか、大変だよ。ワックスが見た竜巻、本当に来てる。え、そんな。クロエ、今どこなの？聞こえる？もしもし？もしもし？どうしよう、竜巻が本当にそこまで直せなかったんだ。クロエが死んじゃう。町もきっとめちゃくちゃ。おっと？絶対に止める方法がある。絶対。写真を見てごらん。奥行き。これはもう自分の写真を見て。あと絶対ダメ。クロエがまた死ぬなんて。助けに行かなきゃ。でも写真かね。ほらやっぱり。うわあ、やるんだ。すみません、君の作品のことを聞いてもいいかな。ごめんなさい。こうだ。頭が。一体どうなってるの？現実が壊れてきてる。私が時空を歪めてる。一つの出来事さえ変えればサンフランシスコに行かずに済む。簡単だよ。これは？これを破るってこと？え、他の選択肢は？ない。破る。コンテストよりクロエの方が大事。嘘でしょ。そんな、またここなの？全部直したはずなのに。今何と言った？え、マジ？ジェファソンは刑務所にいるはず。まったく、授業中もよく上の空だったが、相変わらずだな。自撮りをするには今が絶好のチャンスかもしれないぞ。かつての自分から新たな自分へと生まれ変わる瞬間の記録さ。だがまずは質問に答えてもらおう。
あんたなんか死ねばいい。なかなかいい答えだ。おや、鼻血が出ているね。薬の量が多すぎたかな。これは申し訳ない。だがどうせ死ぬんだ。鼻血ぐらいでいちいち騒ぐ必要もないだろう。ああ、ビクトリアなら旅立ったよ。まさか。何を驚くことがある。至極当然の結果じゃないか。そんな。おいおい、なんだその顔は。その瞳孔、まるでシャッターのようだ。その瞳に僕の姿を焼き付けているんだね。しかしあの写真を破り捨てるとは。あれほどの傑作ならコンテストで優勝できたのに。それと所持品は焼かせてもらったよ。ついやりすぎてしまった。日記を燃やすなんて。だからここに戻ってきたんだ。ここ数日の間に君は内気な少女からヒーローへと変貌した。一体何が君をそうさせたのか。おっと、外はすごいことになってるぞ。本当、おかしな出来事ばかりだ。恐怖を感じているね。最後のセッションを君と共にできてとても光栄だ。今回のテーマが見る者に伝わることを祈るよ。そう、若さの喪失が。君に授業をするのもこれが最後になるんだね。もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。お願いです。やめて、やめてください。じゃないと大変なことに。もういい、何も言わないで。お願いです、やめて。大丈夫、痛みすら感じないよ。何？これどうしたらいいんだ？デビット。あ、デビット。そんな、デビット。デビット窓せ。同じを出すこともない。安心しなさい。待って、聞いて。最後に一つだけお願いしてもいいですか？いい表情だ。そんな顔で頼まれたら嫌とは言えないよ。え、どうすんの？あ、え？音楽をかけて音を消す。何か音楽をかけてもらえませんか？安らかに行けるように。最後まで雰囲気を大事にするとは、やはりアーティストだ。あ、いい感じ、いい感じ。これで音消えるんちゃうか。あ、あかんやん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 、あかん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 、あ、いった、いった、オッケー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 。なに？いや、ただ、そんな。違う、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 そういう問題じゃない。違う、これは違うぞ。
マジを出すこともない。え？安心しなさい。待って、聞いて。最後に一つだけお願いしてもいいですか？いい表情だ。そんな顔で頼まれたら嫌とは言えないよ。照明じゃないか。注射器を置いてカメラを構えてもらう。最後にもう一枚撮ってください。最高の被写体になりたいんです。驚きだな。ようやく僕を理解してくれたようだね。大丈夫、痛みすら感じないよ。何？デイビッド、危ない！何？なぜわかった？そのカメラを撮って。おっと、これは？お前など。ジェファソン、諦めろ。僕の邪魔をするんじゃない。あ、デイビッド・マドセン。あんなとこに銃があったんかいな。もう限界、これ以上は遡れない。オロン、諦めろ。僕の邪魔をするんじゃない。マックス、なんてことだ。よかった。怪我はしてないか？動けるか？はい。ありがとうございます。助かった。礼はいい。ここが分かったのもお前のおかげだ。まずはこいつを拘束しないとな。こいつだけは逃がすわけにいかん。刑務所にぶち込んでやる。よくて終身刑だろう。ジェファソン先生、今度はあなたが囚われる番です。クロエ、全部燃やされてる。私の写真まで。そうだ、ウォーレンが撮った写真を使えばいいんだ。ダメ、圏外だ。ジェファソン先生、悪いけどこの車もらいます。プレスコット家が噛んでるな。今はただの哀れな人。デイビッドは任務遂行中。次は証拠探しかな。大丈夫ですか？ああ、だがこの部屋は異常だ。ジェファソンは私を殺すつもりで、ビクトリアはもう。そんな、まさか。しかしこの野郎、怪しいとは思っていたが。私は全然気づかなかった。教師を疑う生徒はいない。ジェファソンは先生なんかじゃない。結局授業も計画の一部だった。俺もてっきりケイトの件で容疑者をネイさんだけに絞ってしまった。それに俺はケイトを傷つけてしまった。あの子は俺と違ってまっすぐないい子だ。本人に直接謝りたい。うん、ケイト、きっと喜ぶと思います。姉さんが危険なのは分かっていた。俺がもっと早く行動していれば。
姉さんとジェファソンは親子みたいな関係だったんです。でも姉さんがレイチェルを殺しちゃって、ジェファソンは姉さんに全ての罪を着せようとした。黒幕はすぐ近くにいたのに、俺が気づいたせいいればジェファソンと姉さんの凶行を止められたはずだ。姉さんが銃を持ってたって校長先生に伝えたけど信じてもらえなかった。諦めずにもっと食い下がればよかった。過去を悔やんでいるのはお前だけじゃない。だがまさかお前とクロイだけでここまでやるとは、俺にはできなかった。二人でよく頑張ったな。二人で協力してきたから。俺とは大違いだ。もともと人と協力するのが苦手でな、軍でもそれが問題になった。それはきっと辛いことがたくさんあったから。自分の振る舞いについて言い訳をするつもりはない。ベストを尽くしたつもりだったが力不足だった。良い父親になろうとも努力した。だがジョイスに捨てられて全てを失った。私のせいで、その、ごめんなさい。いや、自宅にカメラを設置した俺のせいだ。ファイルも処分すべきだった。おばさんには私が間違ってたって伝えます。おばさんもちゃんと分かってるはず。また言い訳のように聞こえるかもしれんが、戦場を経験した人間にとって、その後の人生は苦しいものだ。誰も理解してくれなかったが、ジョイスだけが俺を救ってくれた。希望をくれたんだ。そして私はあなたに救われた。クロエもきっと喜んでくれるはず。俺はクロエに無事でいてほしいだけだ。それとジョイスにはカウンセリングを受けると約束した。まずはクロエに謝るよ。パパとは呼んでくれなくても、せめてクソ親父はやめてもらえるように。で、クロエはどこだ？え？本当に言わない。クロエは、疲れたからちょっと一服するって言って、いなくなった間に私だけさらわれたんです。だから無事ですよ。そうか、タバコに救われるとは皮肉だな。私ちょっと外の空気を吸ってくる。電話もしたいし。ああ、そうするといい。お前のように勇敢な子がクロエの親友で俺も嬉しい。さあ、いつまでもこんなところにいる必要ない。今の選択でよかったのかな。よし、このパソコンにどんな証拠が隠されているか見るだけで吐き気がする。これで貴様も終わりだ。ダメだ、全部焼かれてる。頼みの綱はウォーレンが撮った写真だけか。ビクトリアのブレスレット。これで姉さんに罪を着せるつもりだったんだ。うわ、全部燃やしてやりたい。こんなの見たくないよ。ただではすまさん。最低。このダクトテープ学校の経費で買ってたら許さない。なんてこと。銃はもうゴリゴリ。きっと刑務所ではこんな音楽流れないだろうね。いい君。
イカれた趣味にこれだけの機材を揃えて。フランクは悪人じゃない。でも薬を提供した事実は変わらないよ。生きて警察に引き渡されるだけ幸運だと思え。ジェファソン、ギャラリーなんか二度と行けないよ。クロエ、必ず助けるから。もう死なせない。異常だ。こんな工作までして姉さんを。プレスコットのお金でセキュリティをさらに頑丈にしようとしてたんだ。モデルになりたい女性は多かったはず。でもジェファソンにとってモデルはなりたくてなるものじゃなかった。惹かれてる。来たんだ。亡霊を探さなきゃ。やった。もしもし、亡霊？マックス、やったのか？今どこだ？聞いて、昨日駐車場で写真を撮ったでしょ。あれまだ持ってる？持ってるけど、そんなにいい写真じゃないよ。それ、今必要なの。どこにいる？ホエルズダイナーでロイスさんと一緒に足止めされてる。こんな嵐生まれて初めてだよ。すぐ行く。はあ？何言ってんの。危ないからそこから動いちゃダメだ。雨も風も全く収まりそうにないし、さすがにちょっとヤバいかもしれないぞこれ。分かってる。でも私が何とかするから、そこで待ってて。ちょっと。これまで再三警告してきただろう。お前たちが自らの罪を試みないから、ついに神がお怒りになったのだ。なのに、なんで俺がこのラジオ局に閉じ込められなきゃならない。誰か早く助けろ。俺は税金を払ってるんだぞ。一件の新しいメッセージがあります。昨夜午後9時。マックス、俺姉さんだ。最後にこれだけは伝えたくて。俺はレイチェルもケイトも傷つけるつもりはなかった。誰も傷つけたくなかったんだ。俺はみんなに利用されたんだ。許してくれ。俺はジェファソンに追われてる。もうおしまいだよマックス。次はお前だ。気をつけてくれ。すまなかった。
バーナが大変なことになってる。モーレはダイナーにいる。急ごう。身動きできなくなってる。困ってる人は死が私について回ってるの。危ない危ない危ない、ダメ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 、キャバよ、今に見てろ。エヴァ、竜巻が見えないの。早く逃げなよ。こんなチャンスを逃す手はないだろう。見ろよ。死んだら写真も何もないよ。早く逃げて。分かったよ、待ってくる。マックス、いないで、ビューゼンの革命ね。危なかったよ。いいから、嵐が収まるまで安全な場所にいなよ。日常ヒーローの言うことは聞くよ。マックスも行こう。他の人も助けなきゃ。え、どこどこどこ。あ、上にいた。やだ、アリッサが危ない。ほら、逃げて、降りられない。アリサ、大丈夫？今助けるから。泣けないでよ。マックス来るたびに私ひどい目に遭う。だからもう、うわあ、違う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 。え、どういうこと？この子たちがどうなったかは考えたくない。え、どうしたらいいの？助けて、降りられない。いや、助けたいんだけど。これか。
がとう、マックス。大丈夫？おかげさまでね。早く避難しよう。一人で行って、私は他の人を助けるから。事件は解決。でもバッドエンドかな。うわ、すごいことになってる。大変なことになってる。クロエと ダメ、悲しくなる。お願い、動いてね。で感電して。ああ、ダメじゃダメじゃ。助けてあげたいけど、ショックで話もできなさそう。まず電源を入れればスプリンクラーが作動するはず。あげたいけど、ショックで話もできなさそう。私はもうたくさんだ。はい、行って行って行って。さあ、出ましょう。町が死んでいく。早く、ダイナーに行こう。ウォーレンの写真を手に入れなきゃ。すんごいでかい竜巻。はい、ではね、今回これ一旦終了して、次回もうラストかな、進めていきたいと思います。ではね、ご視聴と言っていながら、ダメダメ、ちょっと待て。終わろうと思ったけど爆発しちゃう。
そういうことか。もう危ねえ。終われない。本当の怪物はここの住人だよ。はい、ではね、ここで一旦終了して、次回もうラストかな、ストーリー進めていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。野沢洋でした。